に頭があって、はい、体があって、背骨ですね。で心臓が元気で動いてますね。顔正面から見ながらね、手をこうやって上げてますね。ちょっと手を上げてるから顔が綺麗に映らないですけどね。そしてこれが胸の断面ですね。心臓十文字に4つの部屋に分かれてますね。心臓の周りが肺です。でここからがなんか黒いところがいいんですけど、この辺が肝臓、色がまだらなところが腸で、あとこう黒いところありますか、その周り反対側のここの黒いところの周りが腎臓、真っ黒のところが膀胱。私は今閉じちゃってますね。もう性別ってお伝えしてましたっけ？まだですか？女の子かもしれない。ここにこう筋がこう入ってそうですけどね。こう今足こうやって、こっち側は足がこうやってますよね。こうやっててもうピタッと閉じてるんですけども、ここなんか筋は入ってるみたいで、女の子なのかな。パーッね、パーッと開いてくれないとはっきりしたことは言えないんだけど、なんかこう筋が入ってそうですもんね。多分女の子じゃないかな。おしとやかなんね。ダメダメってこうやって、ね。あ、こっち側なしこうまでとか。ここをしてるような感じですよね。最近よう動くね。蹴ったりしないけど、ぐる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 回って。お腹の外からでも分かりますね。結構手置いたら、まあ、蹴らんけど、結構動いてる。ボソボソ動いてるのね、感じられるね。口にパクパクしてます。おしとやかやけど食いしん坊かもしれない。毛があるからちょっとね、顔が見づらいですよね。ガードが硬いな。あと心臓の音聞いてきますね。はい、いいでしょう。おしまいします。